You're listening to Shibuya Cross FM.走る「いつもならあなたを訪ねる」「楽しいはずの各駅停車」「黙ってどこかに引っ越した私の悲しみ置き去りにして」あなたはどうしているのでしょう。さあということでやってまいりました、カラフルパレットのラジパ ラジパレイエーイね、さあね、楽しんでいきましょう、はい、さあ、先月がね、うん、僕ら宮城に行ってて、うん、この生放送に出れなかったので、そうそうそう、事務所の後輩のね、うん、坂本美里さんと田中かなたさんが代わりに出てくれるという、うん、ね、僕配信見てましたよ、ちょうどライブの時間じゃなかったんでね、うん、宮城県にはいましたけど、はい、はい、クロス FM のねホームページの方からなんかちょっと新鮮でしたね、生放送で見れます、2人がここで喋ってたのが、そうそうで、はい、別にお願いしてないんだけど、しっかりカラフルパレットの宣伝をしてくれてましてね、ありがたいですね、ありがたいですね、はい、本当に、本当に持つべきものは仲間ですよ、ね、そうですね、本当にね、はい、さあということです、はい、今日も50分間カラフルパレット、お送りしていくわけなんですけど、うん、今日はね、珍しくゲストなしということで、そうなんです、そうなんですよ、今日はね、たっぷりカラフルパレットをお届けできますよ、はい、50分間カラフルパレットを全力で届けていきたいなと思いますよ、はい、さあそして今日はありがとうございます、ありがとうございます、今日はですね、サテライトスタジオの外でもね、もう本当にたくさん来ていただきましてありがとうございます、ありがとうございます、はい、あれです、今日はね、メッセージの、うん、テーマを、トークテーマがね、はい、あるので、そう、こちらに沿ってね、そうです、お話ししていきたいなと思うんですけども、そうなんですよね、これですね、実はこの今日のテーマがですね、夏にやり残したもの、はい、ということで、これ今本番1分前にですね、はい、私このトークテーマを見まして、はい、あ、はい、今日これなんだって言ってね、はいはい、そういう感じで私今読んでるわけですけども、ね、私も15分前ぐらいに、ね、知りました、ね、はい、知りました、 あなたも知った口ね、あ、そうです、なるほどなるほどなるほど、15分前ぐらいね、まあ、なんでぜひですね、皆さん、はい、外で見てくれてる方も、はい、ぜひですね、カラフルパレットラジパレと検索していただいてですね、 X の方から、うん、コメントそのままね、出していただくか、うん、そちらの方 DM とかでもね、送っていただいても大丈夫なんで、なるほど、はい、だからこのラジパレの、はい、この番組の、はい、我々が引用ツイートしたやつでもいいんですが、それに、リプ、ね、その返事というかそのメッセージをいただくか、はいはいはい、それともラジパレの、うん、アカウントに DM を送ってくれるか、はい、そうです、どっちかで我々がここで読みますので、リアルタイムでぜひぜひお願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、そういうことでですね、はい、夏にやり残したものということで、はい、なんかあります、ゆうきさん、もう確実にありますよ、おー、なんですか、ワンマンライブでしょ、いや、やり残した、やり残しました、結構やり尽くしたよ、いや、やり残しました、一本だって延期になりましたから、いや、まあね、それはね、はい、そうなんですよ、そうそうそう、台風でね、そうですよ、本当に3本ね、やりました、山梨、うん、愛知、岐阜とやりましたけど、うん、もう本当に最高の3日間でしたよ、ね、でその最後の週にですね、うん、浜松、僕らの地元の静岡県浜松で開催予定してましたけど、はい、台風で延期という形になりまして、中止じゃないですから延期なんでいいんですけどね、そうだね、ただライブがなかったことによって、ものすごいライブがない期間が今僕らの中では続いているという、いや、そうなんですよ、だから久しぶりに2週間ぐらい空くってことでしょ、そうですよ、すごい、もうなんか体がちょっと変な感じ、変な感じですよね、うん、だってすごく新鮮な体の感じがしますよ、だってなんかなぜかレコーディングでも合ってるし、うん、なんか生配信とかでも合ってる、出張でも合ってるのに、はい、すごい今日も久しぶりな感じするもん、わかる、ライブがないからわかる、合ってるのよ、合ってるの、ちゃんとすごい合ってるんだけど、合って打ち合わせもしてるし、いろいろやってるんだけど、うん、ライブがないもんだからお久しぶりです、
なんかカラフルパレットとしてこの皆さんの前にいるのが、はい、久しぶりな感じがしますよね。久しぶりですよね。久しぶりな久しぶりです ね感じがしますけども、はい、そうですね、はい、夏にやり残したものが、うん、ワンマンライブということで出ます。あ、今出演ありがとうございますね、僕らは、ね、全然大丈夫ですけどね。全然大丈夫ですけど ね、はい、まあそうですね、夏にやり残したものということでね、多分突然入っていただいても喋れるテーマですから。そう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 、まあ、だから、ね、まあ、ちょっとライブがね、うん、まあ、もちろんあのブワーッとこう夏のライブやってきましたけど、うん、最後の週2日間がね延期になっちゃったっていうので、うん、まあまあちょっとやり残したかなと、まあ、まあ9月入っちゃったしみたいなね、うん、感じですよ。なるほどね、うん、僕はあれですね、うん、やっぱこうみんなで泊まりでバーベキューとか行きたかったですね。あー、時間的に無理でしたね。いや、時間的に無理なのそうそうそう、あとなんかプールとか行きたくない。うん、プールもね、あれですよ、熱中症になりますから。ちょっと待って、ちょっと待って、気をつけて。危険的なことばっかり。じゃあ、あの熱中症になりますから気をつけて、水分たくさんとってね、うん、そう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 、皆さんにね、本当に一つ大事なね、ことをね、伝えなきゃいけないんですけども、うん、今ね、水分たくさんとってっていう風に言ったじゃないですか、うんうんうん、お酒は水分じゃありませんからね、皆さん。水分はちゃんと水を取ってくださいよ。そう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 なの、うん、だからその例えば日本酒とか焼酎とかビールとかいっぱいお酒ねあるけども、はいはいはい、それと同等同じぐらいの量を水飲むと、はい、もう次の日二日酔いにはなりませんから、はい、ああなるほど ね多分それは嘘だね。いや本当です。いや多分それはまあまあ量によるんじゃないですか。まあまあ確かにね、とんでもない量を飲んだらやっぱそれはね良くないんですよ。まあ良くないですよ、はい、最近飲んでます？割と飲んでますね。あ、そうですか。打ち合わせ飲みが多くて。あー、なるほど。結構量いくんすか？いかないですよ、全然。そういう時は3杯とか4杯とか行ってるね。え、3杯とか4杯とかって行ってる方？4杯結構行ってない？3杯とか4杯って普通じゃない？あんまり飲んでないよね。けどまあな、その物によるか、うん、ワインとか、うん、その日本酒とか、うん、を4号行ってますみたいな感じだったらめっちゃ飲んでるじゃん。あ、まあまあまあそうだね。いやでもだから僕基本的には芋焼酎のソーダ割りだから。ソーダ割りだもんね。だってお酒の量なんか一杯これぐらいなもんだもんね。そうそう、芋焼酎のソーダ割りって体にもいいし、あんまり体にいいの？体に、焼酎って体にいいって聞くよね。あ、そう、うん、どうですか、まあ、芋だもんね。そんなことない、そんなことない。あれ何、何芋？さつまいも？いや知らん。じゃがいも？じゃがいもではないね。じゃがいもとかあるの？いや探せばあるんじゃないですか、じゃがいも焼酎。じゃがいも焼酎ですか。この間夜中に打ち合わせで少し飲んだ時に、うん、あの紫芋焼酎をうちの社長が飲んでました。美味しそうじゃないですか。僕は違うやつを飲みましたあ、紫芋はではなく飲んでない。あ、僕その時さつまいもの焼酎にした。おお、いいじゃないですか。うん、ちょっとほのかに甘くて美味しかったですよ。そのここ本当に5年ぐらいかな、うん、で焼酎だったら芋焼酎の方が美味しいなっていう風に感じるようになったんですよ。あ、でもね、うん、芋焼酎飲んで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 いって、うん、でちょっと芋焼酎がないんですってお店に行くと、うん、麦焼酎ソーダ割り結構うまいよ。ね、俺昨日ちょうど麦飲んだの。あ、そうなんだ。麦のソーダを家で飲んだんだけど、なんか違うなと思って。まあ、なんか違うって違う食べ物っていうか飲み物。いや、なんか違う飲み物ですから。俺の求めてる感じはやっぱ芋焼酎だなと思って、焼酎で言えば。なるほどね、うん、なるほどっていう風に変わってきました、私の体が。なるほど。まあじゃあ日々明宏さんの体も成長されてるんですね。まあそうですね。横に、まあ、まあ横にも広がるでしょうし、横に、まあ、縦にも ね縦にも広がりますよ、そら。まあさあ、はい、ちょいちょいと来ておりますよ。お、はい、ラジオネームチェミンさん。イエイ。夏にやり残したことはプールに行ってない、かき氷も食べてない、そうめん食べてない、夏祭りも行ってない、汗だくで毎日働いてるのに全然痩せてない結構やり残しがたくさんありましたカラパネのライブももっともっと行きたかったです。冬も楽しめるように今から頑張ります、ということで、ありがとうございます。そうか、うん、いやー、この本当にワンマンも台風で気になってしまった、他のライブに受けなかった、今年の夏はカラパネ不足です。あ、これ全然違うメッセージだった俺。はい、違うメッセージを読まれてましたね。ラジオネームからお願いしてもいいですか。ラジオネーム、はい、リンゴリンゴさん。はい、ありがとうございます。ゆいくん、あきろさん、こんにちは。こんにちは。夏にやり残したことといえば、カラパレに会いに行けなかったことです。うん、そうです。ワンマンも台風で延期になってしまったし、はいはい、他のライブにも行けなかった。今年の夏はカラパレ不足です。うん、10月のワンマンはめっちゃ楽しみにしています。それまで江ノ電物語を聞いて頑張ります。ということです。ありがとうございます。はい。さあ、まあ、今チエミンさんもリンゴリンゴさんも、うん、まあ、カラパレ不足だということで、はい、皆さんにね、いいお知らせがありますよ。何、うん、ですか。スタッフさん、これ先ほどの画像を出していただいてもいいですか。
皆さんライブ不足だっておっしゃってたじゃないですか、ええ、いやいいライブがあるんですよ。何ですか？いいライブが、これはどこ、あ、出ました、出たー、はい、この8階にありますシダックスカルチャーホールにて、はい、ね、あの11月16日土曜日、うん、はい、こちらで、僕らのホールワンマン光が開催が決定しておりますので、うん、そうなんです。ちょうどねこの今、はい、あのラジオ配信してるこのクロス FM の上なんですよ。8階なんですよ。はい、そうです。そうなの。だからめちゃくちゃ来やすい。来やすいですよ、うんうん、そうです。迷うことなし、迷うことなしに行けますよ、うん、まあだからね、自分のチケット取ったけど、あ、うん、あの子そういえばカラフルパレットの曲いいって言ってたなっていう方がいたら、はいはいはい、もうチケット購入して渡す、うん、あらかじめ買って、そう、あらかじめどう行くとかじゃなくて、一緒に行こうと、どう行く、うん、どうする、チケットまだあるよとかではなくて、うん、あらかじめ買って渡す、うん、いいですね。これで、いや、それがいいと思います。これでいきましょう。やっぱ確定でね、そう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 、お知らせしていかないと。そう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 、向こうもやっぱ迷う、その隙を与えちゃダメ。そうですよ、うん、本当にこの日はね、もう本当に会場いっぱいにしていただいて、そう、皆さんで楽しんでいただければ嬉しいなと思いますよ。まあ本当に今があれですよね、そう、うん、M1 の予選とかやってるんですよね、多分ね。らしいですね、これ M1 なんか予選、はい、結構ずっと8月の末からやってたみたいですよ。あ、そんなにやってるの。はい。へ、なんで僕が知ってるかというとですね、うん、このシダックスカルチャーホールでの打ち合わせをいろいろスタッフさんが検討していて、はいはい、M1 で空いてねえと。なるほどね、はい、なるほどなるほどなるほど、そういうふうにおっしゃってました。はいはい、いや本当にだからもうそういう場所ですから。そう、うん、そうですよね。もう本当に芸人さんも立つ、うん、はい、我々も立つ、バンドマンも立つ、うん、芸人さんも立つ。ちょっと待って、芸人さんじゃないのよ。違う、じゃあお近くにいっぱいいらっしゃるから。お近くにいっぱいいらっしゃるからね。ダメです、そういうこと言ったら、うん、ダメですか。ダメですよ、そういうこと言ったら本当に、ダメ、はい、ダメ、もうダメです。ダメですか、はい、あらららら。いや芸人のね、お知り合いはたくさんいますよ。はい、いますけどもね、いますけども、うん、そうですね、うん、私はもう本当に芸人の芸能人も私かじ取りませんから。あ、んの方ですか。どういうことですかさあ、そしてですね、はい、カラフルパレット、10月30日に、はい、新しい CD が発売決定しました。そうなんですよ、うん、新しい CD、はい、これがですね、はい、また本当に今絶賛この編集中というか、はい、発売に向けての準備をね、そうしてるんですけども、ミックスしてますね、はい。まあ、タイトル曲の江ノ電物語っていうのは、はい、4月に発売したバージョンと全く変わりません、うん、はい、全く変わらないものが1曲目に入ってて、まあ、ただ気持ちは変わっておりますよ。旋風版ですから、そうそう、これからもうどんどん行くぜという、ね、気持ちがさらに上乗せされている、ね、1曲目になっておりますけども、そうそうそう、で2曲目3曲目のカップリングが違う曲が入ってるよという、まあ、そういった CD になってますね、はい、そう、旋風版ということで。旋風版です。これね、よく追撃版とかっていう風に言ったりするんですよ。そうですね、追撃版とか、なんだろう、まあ、最近だと、うん、なんだろう、お祭り版とか。あ、そうそうそう、だからもう、そうそういう本当にタイトル曲だけ一緒で、うん、その 2,3 曲目が違うバージョンの CD っていうのが、例えば半年後1年後とかでこう出たりするんですけど、うん、そういうのも追撃版、そうそうそう、お祭り版とかって言ったりするんですが、そうそうなのよ。こう我々 の、 そのチームでですね、まあ、話し合ってやっぱもうちょっと考えようと、うん、呼び方をね、うん、っていうのでやっぱこう日本全国にカラパレ旋風を、うん、江ノ電旋風をやっぱ巻き起こしていきたいということで、うん、こう旋風版というふうにね、はい、なりましたけども、ね、え、まあ、今もう力説したでしょ、ええ、彼はその打ち合わせいませんでした。いません本当にすごいでしょ、その場にいないのにここまで力説できるんですよ私、ねえ、これがプロですよねえ、はい、そうですね、はい、いやーいいですね。まあだからね、ぜひ、ね、10月30日からほぼほぼ毎日ライブ入ってますから、うん、あ、そうです。そうだからぜひね、各地来てもらいたいなと思いますよ。そうですね、ぜひ皆さんね、そこを発売日から、2週間くらいはすぐ全て仕事休んでいただいてそう、全て仕事休んでいただいて僕らと一緒に移動する、うん、まあそれも楽しいよね。楽しいですよ、うん、だってあれですよ、すごいスケジュールで行くとね、金曜日が埼玉、うん、土曜日が新潟、はいはい、ありますね。で日曜日が岐阜っていう日がありますから、うん、信じられないスケジュールのねところがありますけど。そうですね、
まだねでもね、うん、みんないや仕事そんな急に休めないよとか、うん、仕事やっぱ大事だよっていう風にね、うん、多分考えるでしょう。考えるでしょう。大事です。大事大事。お仕事は大事です。大事です。それも当たり前なんですけど。当たり前のことだよ。人生っていうのはですね、うん、お仕事より大事なことがあるんですよ。ね、はあ、思い出一緒に刻んでいきましょうよ、はい、魂にね刻んでいきましょうよ皆さんいいですか、はい、一緒の景色をね拝んで、はい、拝んでもう行きましょうよ拝む行きましょうよそれで、はい、行きましょう、はい、一緒の景色を拝んでね、ね、行きましょうよそれでさあメッセージ、はい、別紹介していきましょう、はい、ラジオネームはいゆうやさんYeah. 夏やり残したものはプール水遊びですかね。この夏は本当暑くってプールや水遊びしたいなって思ってたけど都合が合わず行けませんでした。来年行けたらいいなって思ってますということでね、行ってください。じゃあもう一通ね、はい、はいはい、ラジオネーム千春さん、はい、よきくん、あきろくん、こんにちは。私のやり残したことは娘の夏休みの宿題の日記を出し忘れたことです。あー夏休みの宿題ですか、ね、出してください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 、はい、我々が受け取りますから、ね、担任の先生の代わりにね、 そうですね、先生どうですか、ん、出し忘れちゃったんですけど、うん、今出してください、うん、今出してください、ね、ちゃんと読みますから、うん、そしたらセーフセーフセーフそれでセーフだからね提出したんだから、ね、そうそうそう遅れてもいいから出しなさい、そうそうそう、なんで超上からの遅れてもいいから出しなさいいやいやいや夏休みの宿題ね、はい、それも悩ましいとこですよ。なんか夏休みの宿題とかって、はい、最初の序盤で全部やっつけちゃう人と、うんうん、後々にこう残しちゃう人の2パターンいません？基本的には2パターン目ですよ。ですよね、はい、やっぱ後々にこう残ってるタイプですよね。あ、そうですそうです。いや勉強やるように見えます？いや見えない。いやでしょ、うん、その即答もちょっとどうかなと思いますけど勉強好きじゃないんで基本的には。まあですよね、だから休みになったらもう、うん、途端にこのね体を動かして遊びに出かけちゃう、うん、あでもね夏休みはね親父の仕事の手伝いしてましたよ毎日。だから高校生ぐらいの時かじゃあ。いやそれは小学生の後半から中学生、中学生ぐらいまで、中学生の終わりぐらいまで。それで高校の時とかはもっと自分のことやってたかな。へ、うん、そう、お小遣いとかもらって、うん、お小遣いもらってスケボー買いました。あーいいですね。はい、へー、チックタックしましたよ。こういうやつね。あ、そう、チックタックってこう、はい、こうやってやって進んでいくやつね。今これボードね、これ。うん、ボードね、これ。こういうやつね。そう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 。やりましたよ。あー、いいですね、スケボー。うん、僕も高校生の時にスケボーちょっと友達とハマった時期ありましたね。あー、いいじゃないですか。うん、で僕もあれですよ、夏休みの時に。うん、おじいちゃんの家が魚屋さんで、はいはいはい、で1階がこう魚を売ってて、はい、刺身とかね、うんうん、で2階が宴会場だったんですよ、うんうん、でそこの宴会の片付けとかを手伝って、うん、なんかお小遣いとかもらってました。あー、いいじゃないですか、やっぱこう、うん、あれですね、お手伝い派男子ってことですね我々は。まあそうですね、何でも手伝いますね。何でも手伝います語弊ありませんでした、大丈夫ですか。何でも手伝います。何でも手伝います。本当ですか。ええ、何でも手伝います。なるほど、まあまあ何でも手伝っていきましょうよ。そうですね、ね、そうですねなんか曲かけますか。曲歌います。あ、歌います、いいですよ、うん、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、歌いましょうか。ありがとうございます。じゃあスタンバイしましょう。スタンバイ、はい、何歌います。内緒です。内緒、うん、私に内緒？はい。あ、かかったやつを歌う。あ、そうです。それでいきましょう。それでいきましょう。ね、それがいいと思いますよ。これでいきましょう。これで、それでいきましょう。うん、これで。ね、それが何なのか私にも全然わかりませんけどもね。はい。それは一体何なんでしょうか。スタンバイしましょう。スタンバイしましょう。結構ね、だいぶ。ユニコーンカラーが金髪になってきたんで、はい、僕昨日の夜、うん、自分でピンシャンしたんですよ、下の方だけ。あー、はい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 、はい、そしたら割と半分以上ピンクになっちゃって。なってますね、うん、ただのプリンみたいになっちゃいました。いや、いい感じですよ。ほんと？はい、ピンシャンいいね、ピンシャン。そう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 。これさ、あ、これ今マイク乗ってる？乗ってる乗ってる乗ってる、うん、これさ、俺がこの黒い状態で緑シャンとかしたらどうなるの、うん、多分濃くなるんじゃない。なんかコガネムシみたいな感じになる。コガネムシみたいにはならないね。今度やってみてみて。やってみてみてみて。はい。
じゃあ歌いますか。歌ってみましょうか。はい、それでは4月3日に発売した CD の中から、はい、ララバイ聴いてください。おララバイ、ララバイ、三杯目の水割りライブハウス午前一時皆さんよかったら手拍子。別れてきたあいつよりもあなた素敵だけど今夜くどき文句勇気はないわ優しい男はいつも裏切るじゃれっけなしじゃれっけなし今夜は男らしいじゃれっけなしじゃれっけなし一人で飲みたいなあなたダメよ尻尾が届いているわ午前3時ここで出会い恋になった遊び相手あいつ夕べ最後誰と寂しく抱いた優しい男はいつも裏切るじゃれっけでもじゃれっけでも身勝手許せないじゃれっけでもじゃれっけでも嘘にはバイバイねあなたなんて心が欲しいどこよじゃれっけなしじゃれっけなし今夜は男らしいじゃれっけなしじゃれっけなし一人で飲みたいなあなたダメよ届いているわ ありがとうございますありがとうございますもう一曲歌います？あ、もう一曲歌います？いいですよ、歌いましょうか。はい、何を歌いましょうかね。内緒ね、今から何を歌うのかは、私分かりませんということでね、ありがとうございます。さあ今日はね、あのラジパレイン渋谷クロス FM ということでね、あの我々月一のねこの配信やっておりますけども、はいね、あのたくさんの、ね、方が今見に来てくださってますけども、嬉しいです ね, ねまだまだ外暑いですから、うん、あの本当に水分ちゃんと取ってください、ね、本当に気をつけてね見てください、ねですねうん、さあということで、じゃあもう一曲お届けしたいなと思います、はい4月3日に発売した CD の中から歌方の街聴いてください。
私を嫌いになったでしょう。突然お前は言い出した。歌方の街、別れ街、短い月日に薄日が差して、どんな思い出あったかなと振り向けば、お前は待ちくぼ曲がっていた。私の面影覚えていてよ。あなたの心は抱いてくと。歌方の街、はぐれ街、昔の傷跡気にしていたか。日暮れ風泣いた人。歌方の街、愛の街、都会の片隅暮らせる場所を。二人探してれど、あの頃が思えば一番幸せだった。幸せだった。ありがとうございます。さあということで、はい、ちょっと見やすいんでこのままね宣伝するわけですけど、今日我々ね T シャツ着てるわけなんですよ。そうなんです。この T シャツ見てください。かわいいでしょね。かわいい T シャツ、グーでしょね。これファッションブランドのスカラーさんと、はい、カラフルパレットがコラボしまして、はい、今度、まあ、10月ぐらいに発売ということで。そうなんですよ。そうなんですね。これは本当に全国のねスカラーさんの、はい、取扱店舗で買えますし、そうそうそう、我々のライブ会場でも買えますし、はい、我々のそのなウェブサイトというか、うんうんうん、でも買えるっていうね。そうですね。とこなんですけど、でどこで買っても違う特典がついてくるんですよね。そう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 、そうですそうです。これはもう本当に T シャツなんて汗かいたら買えますから、うん、ねそうそう、だ何枚やってもいいじゃないですか。本当だって年中着るもんね。そう、年中着ちゃう。そうで今日僕ら白しか着てないんですけど、うん、3種類ありましてね、うん、白、黒、まあ、ちょっとグレーっぽいパープルというか、はい、なんちゃらパープルっていうやつがね、うん、3種類出てるんですが、なんとなんとスカラーさんのウェブの方では、うん、もうパープルが在庫切れと。すごいねえ、すごいっすよね。はい、そうなんですよ。はい、なんで僕らのオンラインサイトの方ではまだパープルありますし、はい、これからもライブ会場の方でも販売しますんで、はい、
ぜひですね、楽しみに3種類ゲットしていただいて、3種類をね、10枚ずつゲットしていただいて、これさちなみに僕らのライブ会場では何枚ぐらい販売できるんですかね、僕らのその持ち分としては。あっとですね、意外と多めです。あ、本当ですか。はい、なんでたっぷり用意してますんで、今スカラさんのやつで買っとかないとはもう手に入れれないんだなっていうよりかは結構たっぷり準備してますんで、よかったよかった、ぜひですねスカラさんの方でも買っていただきたいですし、はい、ね、僕らライブ会場で買ってくれた方とかにはサインとかもさせていただきますしね、はい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 、はい、ぜひねゲットしていただいて、楽しみにしていただければなと思います。そしていいですね、11月16日のねこの8階での、はい、渋谷シラックスカルチャーホールでのライブでは、うん、もう本当にこの T シャツ一面にしたいなという希望をしております。いやー本当ですよ、うん、ね、ぜひみんなでね、はい、来ていただきたい、来ていただきたいです ね、いいじゃないですか、ね、はい、これいいでしょ、多分みんな本物見るの初めてだもんね。あ、そっか、そうですよね、これめちゃくちゃ可愛いでしょ。そう、めっちゃ可愛いのよ本当に、うん、マジで可愛いの。あのねこれ今その SNS とかでその写真をこう出してるやつがあるんですけど、ありますね、僕らが着てるやつ、はい、スカラーさんのホームページとかでも載ってるやつかな。載ってます。そうそうそう、あの写真って撮影で夜から朝にかけてめちゃくちゃ疲れてる最後の方で撮ったやつなんですよ。そうそうそう、でそれまでもう表情もう眠くて疲れててめちゃくちゃ死んでたんだけど、人間って疲れると、うん、疲れるっていうか眠くなるとね、うん、眠気が限界になると撮影しますって言ってこう立ってても寝るのよそう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 、撮影しながらね、はい、ポーズ撮りながら寝てんのよ、アキラさん寝てるみたいな、ゆうき、ん、さん寝てるみたいなことを言われましたね。そう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 、はい、でも本当に二人とも限界の限界だったんだけど、この T シャツ、はいはい、可愛すぎてテンション上がっちゃって、そうそうそう、あの瞬間だけちょっと表情を蘇ってるんですよ。そうそうそう、でそういうショットがね今 SNS には出てますけども、まあ、それぐらい素敵な T シャツだよということですよね、はい、そうなんですよ。だって僕らのキャラクターもいて、そしてカラクマちゃんの中には、はい、スカラさんのキャラクターとかもね、はい、いますから。いますね、ね、そしてここね僕らの実写が印刷されてる。すごくない？すごいよね、かわいいよね、すごいでしょ、これ、ね、これあれですね、ハッピーウェザーの時の僕らじゃないですかこれ。そうですね、多分ね。ですよね、はい、そうなんですよ。そう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 、もうぜひね、手に入れてぜひこう、はい、よくよく観察してください、はい、ね、ということで戻りましょう。はい、はい、ありがとうございます。さあということで、はい、今日のテーマは夏に残してきたもの、やり残したもの、うん、ね、やり残したもの、やり残したこと、うん、ということでね今、皆さんから、はい、メッセージをいただいておりますけども、ラジオネーム、はい、しずえ6303、はい、yeah。 こんにちは。やり残したことないと言いたい、はは、今年の夏はカラパレさんを追いかけて遠方まで行ったのでやり残したことはない、かっこ笑い、秋もやり残したことがないように過ごすということで、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、そりゃそうですよ、うん、やっぱりカラパレと一緒にこう夏を駆け抜けるっていうことがやっぱできたら、はい、それだけでいいよね。駆け抜けましたもん ね、 うん、ね、ありがとうございますね皆さんも ね、 ね、 本当にね、ありがとうございますね、画面の皆さんもね、いや駆け抜けましたもんね、ありがとうございます。これ両方こうやってやりましたけど両方映ってたんでしょうか、うん、どうでしょうか、ね、はい、どうでしょうか。いや、はいはいはい、あれですよ、カラパレに会いに来れたからこうやり残したことないよって、はい、いうふうにねこうおっしゃって、くれましたけども、うん、もちろん僕らも会いに来てくれたあなたには、うん、皆さんにはね、うん、もう全力でパワーを送りますし、送りますよ。でもやっぱり会いに来たくてもやっぱ来れなかった方もやっぱいると思うんですよ、うん、そうですね。でもそういう方にもですね、うん、我々本当に全力で、全力です、はい、全力です、笑顔を届けれるようにね、そう、一生全力です、はい、ステージ立っておりますから、うん、全力です、はい、もうだからどんな状況でもじゃあ夏はやり抜いたということで、やり抜きました我々と一緒に、うん、ということで、うん、今日テーマがをね考えたやつが良くなかったやり残したことはない、ないないわ、ないない、まあ、ただね、だからワンマンとか延期になったとかね、ショッピングモールが延期になったやつもあれですから、秋に繰り越しただけですから、そう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 、だから楽しみはやっぱりね、そう、日々ないと、そう、張り合いがありませんから、そう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 、うん、まあ、11月もねワンマンもあるし10月30日のね発売もありますから、はい、そうなんですよ。で10月30日の発売のね前後もういっぱいスケジュール書いてあるでしょ、うん、ね、あれ何々県
発売キャンペーンとか発売イベントって書いてあると思うんですけど、あれも大体もう皆さんね場所もう当てがつくと思いますんで、まあそうですね、うん、我々が今まで行ったことあるような場所、そうですでキャンペーン組んでますから応援していただいてるね、はい、そういう箇所にね行くことが多いので、はい、ぜひですねもう今日はここっていう、今日はもうおおよそここだろうと、そうそうそう、多分難しいんだとしたら、11月の1日の静岡と11月2日の静岡ね、うん、あこれどこかしらと、ね、まあまあ確かに確かに、うん、1日が東部で2日が西部ですまあそこだけ言ったらもう大体当てがつくみたいな、ね、そうですそうですそうです、うん、感じですけどもね、ありがとうございますよ。さあそして、うん、今年の秋から冬にかけては、はい、ディナーショーが結構あるんですよ我々ね。ディナーショーが去年までは全然そういうのなかったのに、初体験ぐらいの勢いですね。3、4本決まってますよね、なんかディナーショーがね。なんで10月6日の日曜日が、うん、これ茨城、茨城ですよ、はい、うん、茨城です、はい、でこちらでジェニー伊藤さんと、はい、モノマネのジェニー伊藤さんと一緒に出演させていただきます、うん、そして12月ですね、まだこれ発表されてるやつ、うん、12月22日日曜日、はい、これ愛知ですね、愛知です、うん、こちらがですね、ね、素敵なホテルですよ、ガーデンパレス、はい、名古屋ガーデンパレスホテルでディナーショーということで、こちらもチケット販売中ですから、いや、ディナーショーっていいですよね。そうで、12月22日のやつはだって、僕らの名前がタイトルに載ってるぐらい、メインでやらせていただく、ね、ディナーショーですから、はい、ありがたしです。そうなんですよ、もうそう、ディナーショーって我々が、うん、その計画してディナーショーここでやりたいみたいな感じでやってるわけじゃなくて、うん、そう、そのイベンターさんの方からやりませんかっていうふうに声をかけていただいてこう実現していることなので、そうそうそう、だからその中でカラフルパレットをメインに置いてディナーショーを組んでくださるっていうのもね、ありがたいですよね、ありがたいことですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、後ろから見ていただいてありがとうございますそうですよね、だから他にもまだありますよね。これまだ発表していけない、まだね、発表できてないやつですけど、これがちょっと一般告知がいつ頃されるのか分かんないんであれですけど、12月にもう一本ありますね。うんうんうん。そうですね。これも愛知です。お、愛知結構行きますね。行きますよ。いやもう本当に年末にかけて、はい、もういろんなところで、うん、ね、皆さんにお会いできるなと思うので。もうぜひぜひ楽しみにしていただければなと思いますよ。そうそうそう、そう、うん、あれなんですよ、今度ね僕らのね表立ってやるライブってこの9月16日の月曜日祝日にあるあれですね、ツアーの番外編の千葉での、うん、はい、ワンマンライブと、うん、まあ、その夜にねお祭りで歌うっていうのをやりますけど、はい、実はその日の前の日にもねライブあるんですよ、僕らあるんでして、9月15年、はい、これが多分一般入場ができないちょっと音楽祭みたいな形のやつに、うん、山梨県の、ね、やつに行くんですけど、でなんかそういう曲の授賞式みたいなのがあって、それで僕らゲストで歌わさせていただくことになってるんですが、なんとさっきそれをね言ったんですよ、秋戸さんに。あ、そういえばね16日の前の日にもあれあるじゃんねっていう話をさっき楽屋でしたの、うん、そしたら、あ、どこだっけ、甲府だよ、甲府か長野ねって言ってました、うん、まあそうですね、山梨ですね、はい、山梨です、山梨ですね、山梨です、全然あれ山梨とさ長野ってさ位置似てない？まあまあその似てるよね、似てるっていうか、まあまあ隣だよね、隣の部分もある、あだよね、うん、で隣だよね、隣の部分もある、そうそうそう、はい、そう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 、あの辺りだよなっていう目星をつけて喋ってましたから、あの辺りだなっていう目星をつけて言葉に出たのが長野だった面白良くないですね、うん、本当に長野の皆さん、山梨の皆さん、ごめんなさい、ね、僕本当に悪い時素直に謝りますから、そういう男ですからね、そう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 、まあなので、はい、ぜひですね、ここからまたね今週からライブがまたスタートしていきますから、そうですね、そしてまあ16日はね千葉でのワンマンが、ミニワンマンがあって、はい、そして23日の月曜日祝日、はい、こちら今アキロさんが間違えました、長野でワンマンライブがあります、はい、ありますね、岡谷で、うん、僕らですねレイクウォーク岡谷というショッピングモールよく行かせていただいておりますが、そちらの方の岡谷でありますよ、これね、ウェイクウォークウェイクウォークレイクウォークの、はい、ものすごい近く、そうレイクウォークからもう歩いて
3分ぐらいな、そう、それぐらい、もう本当にあの横断歩道を渡ってすぐ、そうね、あのまあ、うん、交通機関としてはね、基本的にそのなんていうんですか、車で行かれる方が多いと思うんですけど、はい、あのレイクウォーク岡谷さんの中にも入ってるんですが、レイクウォーク岡谷さんの道を挟んだ前にですね、あの笠原書店さんという本屋さんであり CD ショップであり、はい、ね、まあ、そういうお店があるんですけど、笠原書店さんの全面的なバックアップのもと、笠原書店さんの駐車場を使っていいよと、本当、うん、駐車場に止めて歩いて行っても本当に3分 2,3 分ぐらいなんですよ。めっちゃ近い。そうそうそう、うん、であの笠原書店さんでもあのチケット販売してますから。そうですそうですそうです、そう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 、あれでもそれ売り切れたんじゃなかったっけ。あ、追加で、あ、追加で、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。でしかもそのね、ファイブペニーズね、うん、長野県でやるワンマンライブ、まもなくソールドアウトでございます。あら、はい、あれこの中でファイブペニーズ長野行かない方っています？いない、はい、全員来るということね。ありがとうございます。全員聞き方が今良くなかったかもしれない ね、うん、あの全員来るんです、うん、全員来ま す、ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。まあそういったところで今日のトークテーマはですね、はい、夏にやり残したこと、はい、ということだったんですけども、はいはいはい、全然関係ない感じで今ね話進んでますけども、大丈夫ですか。あ、ラジオネーム来ました。お、ラジオネームとしこさん、イエイ、ゆくん、あきろくん、こんにちは。夏にやり残したことは、江ノ電物語発売にあやかって江ノ電に乗って観光しようと思ってたのにできなかったことです。もうちょっと涼しくなったらリベンジしたいと思ってます、ということで、ありがとうございます。してください。ありがとうございます。リベンジしてください。いや、あのね、江ノ電いいですよ。江ノ電いいです。いいですよ。あのね、2回乗ってください。何？1回目はですね、向こうから行くのとこっちからってこと？いや、あの、それで言うと3回ですね。あ、わざわざ鎌倉に戻るってこと？別路線で。あの、あれです、最初はその音楽とか聞かずに、もうガタンゴトンを聞きながら、うん、江ノ電を楽しんでいただきたい。これもう本当にね、おつなもんですよ。はい、もうだってめちゃめちゃ近いんだよ、お家が、うん、家並みがねめちゃくちゃ近いの。そんなんだもんね。それは細い、それは隙間が細い、感覚、感覚体感こんな体感これぐらいだなっていう。そう、窓開けて顔出したらもうちぎれちゃう顔がね。そう、体感これぐらいだな、それぐらいのね狭さなんですけども、うん、本当にあの景色がね、その家並みを過ぎるとわーっとこの海が広がってたりとかして、うん、めちゃくちゃいいんですよ。いいですね。だそういうのをまず楽しんでいただきたい。楽しんでください。で2回目はですね、うん、我々の楽曲ですね、うん、江ノ電物語を聴きながら、そうですね、江ノ電に乗っていただきたい。そうですね、これね感動しますよ、うん、感動しますよ、これ、まあ、私感動したもんだって。あ、私がね、私が感動した、はいはい、あ、ここ、こういうところかみたいな、うんうんうん、ここが来たかと、ここが来たかと、はい、まあ、鎌倉の家並み見ながら、家並み見ながら江ノ島へ行く電車が走る、そういうのね自分の中で反芻しながら乗ってくださいよ。そう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 、めちゃめちゃいいですよ。めちゃめちゃいいですよね。本当におすすめです。あれ電車の中でお酒とか飲めたりすんの？ダメでしょ。ダメか。ダメだぞ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 。いや、なんかほら売店とかでさ売ってるんだったらさ、うん、あーどうなんでしょうね。でもあれだね、江ノ電ビールみたいなの売ってましたね。飲みましたよ。そうですよね、ですよね、はい。あ、そうそうそう、飲んだね。そうそう、飲んだあの、江ノ島で降りて、あ、そうそうそう、江ノ島で降りて、うん、江ノ電ビールを飲みながら江ノ電が出てくるガチャガチャやりました。あ、やってた、やってた、やったそれで、なんか商店街歩きましたよね。ありましたね、うん、ね。だからね、そういうのもいいですよ、うん、江ノ電、はい、本当にね、見どころたくさんありますから、はい、ぜひぜひ乗りに行ってください。これね、江ノ電の回しもんみたいな感じになってますけど、いや、もう完全に回しもんですよ、僕は。そうですね、はい、そうですね、江ノ電さんもぜひバックアップしていただきたいですね。そうですよ、江ノ電さん聞いてますか今ここに江ノ電を全力で、うん、宣伝している2人組がいますよ。いますよ、はい、ね。あ、でもどうやら、うん、江ノ電のなんか付近で、うん、はい、この発行されてるなんかフリーペーパーみたいなのがあるんですって、うんうんうん、あるんですよ。そこに、うん、なんか江ノ電物語のなんか情報が載ってたらしいですよ。らしいですね、うん、なんか発売時期にね。そう、発売時期に、その4月付近にっていうのでね、ありがたいことですよね。なんで僕ら江ノ電の関係者の方には全くお知らせしてないのに、うん、そうなの。そうそうそう、そうなんですよ。すごいことですよ。これあれですよね、だからその江ノ電 の、うん、その会社に行った方がいいよね。行った方がいいですね、うん、行きますか今から。今から今から今から。だから我々も実際に行くし、うん、で皆さんも江ノ電のその会社に、カラフルパレットさんのね、うん、江ノ電物語っていう楽曲がね、うん、とってもいいの。なんですごい、ね、ちょっと
ちょっとお年を召した感じの方の言い方なの。やっぱりね、電話でやっぱ丁寧に伝えないと、うんうん、ね、やっぱ伝わりませんから、伝えていきましょう、はい、ね、でそういうのをこう会社に電話すると、はい、あら、カラフルパレットさんっていう方がいるの、あ、そう、それをちょっとピックアップしようじゃないの、そう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 、っていうことになりますから、なります、おおよそ、ぜひ、うん、それでいきましょうよ、それでいきましょう、ね、さあ、アキロさんはあれですか、夏にやり残したことはバーベキュー以外あります？バーベキュー以外にあるかどうか、うん、まあそうですね、まああとプール行きたかった、プールね、うん、プールは、ね、流れるプールで熱中症になるから気をつけて、いや、それは気をつけますよ、え、流れるプールで部下とか、え、部下、プカプカ、あ、プカプカね、プカプカ流れる、流れるプールで部下にこうお茶部下部下そうそうそういやいや、まあ、僕はあのアキロさんの部下は見たことないですけどそうですね、うん、今のところそんなお世話係みたいな人ね、そうそうそうお茶くれるいませんからワイン足りなくなっちゃったでもあのやめた方がいいですよ、流れるプールでワインはやめた方がいいですよ、やめた方がいいです、およそ酔いますから、あー酔いそうですね、うん、ぷかぷかしてるからね、ぷかぷかしてますからでも俺ね、何年か前に俺そういえばね、この時期9月ぐらいかなにプール行ったんですよ、まずい、なんでもう終わりになっちゃう、あれちょっと歌う、もう終わるんだったら歌った方がいいんじゃない、うん、歌おうか、え、これ何時まで、え、50分まで、あ、もう終わるやん歌いましょう、はい、歌いましょう、さあ、ということで、今日ですね、カラフルパレットをお届けしましたけど、またぜひですね、来月もありますので、ぜひですね、全力でこれからも応援していただければ嬉しいなと思います。それでは最後にお届けしたいなと思います、カラフルパレットで江ノ電物語、聞いてください。鎌倉の家並み見ながら江ノ島へ行く電車が走る、いつもならあなたを訪ねる、楽しいはずの各駅停車、黙ってどこかに引っ越した私の悲しみ置き去りにして、絵画付箋は明るい日差し、あなたはどうしているのでしょう。今日は本当にありがとうございました。11月16日この8回でホールワンマンありますんで、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。その頃江ノ島ビーチで誰かといたの見たよと聞いた、友達に冗談でしょうと笑ったことが心に痛い、いつかは一緒になろうねと私をあんなに抱きしめた人、電車に乗ればあの夢一つ、いつでも大事に群れが影のをみたいに惑わせた日々、スラムダンクの踏切あたり、あなたが待つよね、
い切れた。ありがとうございました。ありがとうございました。